小池デペです。ニキです。さあ、はい、今回はですね、紙コップ落とし合いバトルということでございまして、まあ紙コップを使ったゲームはたくさんやってきましたけども、落とし合い、はい、はい。今回だから紙コップは使うんですけど、ちょっと新しい今までいなかったどうなるんだゲームに、まあシンプルな対決ものなんですけど、まあ2人なんで、そうですね。まあガチ対決になることは必須。だと思います。はい、頑張ります。頑張っていきましょう。はい、はい、お願いします。さあ、今回はこのテーブルにずらっと紙コップが置いてありますけど、はい、めちゃくちゃシンプルです。お、ドローンでお互い紙コップを相手の陣地に落とし合うという。お、バーッと。で、最終的に紙コップを相手チームに4個落とした方が勝ちという。なるほど。シンプルなどつき合いみたいな、楽しそう、分かりやすいゲームでございます。いいですね。でもこれは一試合のみなんで一発勝負です。どういくかね、このお互いこう端からいくんか、確かに、どうするぐーっと寄ってっても何でもいいんで、ちょっと面白い対決になりそう、はい、じゃあ行きましょう、はい、よーいスタート。おー、やばいやばい、暴れてる、やばい、おーっと、戻るときにね、あ、なるほど、確かになんか自分とこにもね、落としちゃうんだよな。おわ、めちゃくちゃ落としやがった。暴れん坊、暴れん坊、暴れん坊がね、すいませんこうだ、ほら、これだ、今のだ、今の技だ、そうだ、この紙コップはこの技が使えるんだ。ふわすぎよ、ふわすぎよ、あー暴れん坊だね、そっち、あー暴れてるの、落ちちゃったの、結構自分でもやっちゃうな、守らないと、自分が動いてる、結構むずいわ、やばいやばいやばい、確実に落としていこう、よし、結構こちらへ残ってるな、あ、守りたい、よいしょ、難しい、よいしょ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 、あ、接触、迫力ある、迫力あるの、これはよし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 、おう、よし、これ結構接戦じゃない、あっ、おー、ちょっと競り合いに、私の、あ、ありがとうございます、競り合いに勝ったよ、すごい暴れるね、よいしょ、おー、おー、おい、あ、しまった、暴れん坊です、暴れん坊ね、あー、よし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 、あと4つ、あー、よしよし、あ、結構むずいよな、紙コップ、むずいですね、あー、しまった、よし、あと1個、よし、あー、無理やり、よし、力技、いや、これはむずい、これはどうだ、どうだ、どうだ、これはまずいぞ、どうだ、結構際どいとこもあったんで、ちょっと線をね、これちょっと引いて、はい、うん、なかなかちょっと激しいわけだったんで、激しかった、一個ずつ数えないとちょっとわからないんで、そうですね、じゃあおのおの集めますか、はい、自分の行きます、陣地のやつね、お、どうだ、どうだ、え、だいぶ多くない、多いね、多いね、結果何個でしたか、1,2,3,4,5,65,1,2,3,4,58 です。あー、惜しい、でもいい勝負やな、本当ですね、私は対決が落とす気がしたけど、いやいやいや、結構面白かったけど、ね、接戦やったら、はい、これはもうほんま運もありますから、確かに、これはちょっと、あ、なんか
すがすがしい。これまたやりたいです、ね、これまたやりたい、これめっちゃおもろいシンプルで、はい、うん、まあ今回宮城さんね、はい、ちょっと不在でしたけど、うん、結構ドローンの魅力は伝わったんじゃないかなとは、はい、思いますので、うん、次回は宮城さんと一緒に見られてまた楽しくゲームやっていきましょうということで、次回は勝ちますと、はい、はい、ということでありがとうございました。